Power of Dreams。 手軽で扱いやすい、しかもパワフル、家庭菜園作りにいろいろな作業ができる、やりたい作業ができる、愛され続けるロングセラーモデル、ホンダ耕運機こまめプチナです。扱いやすさが魅力のこまめプチナ、その特徴をご紹介しましょう。こまめプチナはコンパクトで小回りが自在な車軸ロータータイプ。軽量でバランスの良い機体なので取り回しが楽、ビギナーから効率よく作業したいベテランの方までおすすめできます。耕運幅はこまめが 54.5cm、 プチナが 45cm、 上下左右にブレが少なく高い安定性で作業できる爪形状としています。また中高助走などでは外爪を外して内爪だけで作業することができます。耕運の広さ目安はこまめは100坪くらいまで、プチナは30坪くらいまで。ガソリン満タンでこまめはおよそ2時間、プチナはおよそ1時間作業できます。ハンドルの高さは工具なしで調整可能、身長やお好みの作業姿勢に合わせて3段階に調整することができます。耕運爪を外したり、抵抗棒を外して作業機をつける、そんなことも新設計の6ピンでより扱いやすくなりました。こまめそしてプチナ、ビギナーからベテランの方まで手軽に納得の仕上がりに、使い勝手の良さと高い作業性能を追求しました。こまめプチナの基本的な操作方法をご紹介しましょう。エンジン始動は燃料コックをオンにして、エンジンスイッチを運転の位置に、寒い時やエンジンがかかりにくい時はチョークレバーを始動の位置にします。エンジン回転調整レバーも始動の位置に、始動グリップを引きエンジンスタート、エンジン回転が安定したらチョークを戻します。こまめプチナはレバーを握ると動き、離すと止まる安心設計、エンジン回転は作業中でも調整できます。プチナの場合はクラッチとエンジン回転調整を一つのレバーで行います。エンジンを止めるときはエンジンスイッチを停止にします。簡単操作のこまめプチナ、ビギナーの方でも安心して作業を楽しめます。コンパクトな耕運機こまめプチナ、収納するときはもっとコンパクトサイズに。ハンドルは工具を使わずに前側と下側に畳むことができます。コンパクトなこまめプチナは車載が可能、幅
離れた菜園へのアクセスも得意です。移動にはオプションの移動タイヤが便利です。サイドディスクに簡単取り付け、楽々移動できます。また抵抗棒の取り付け部に装着する、狭い道でも移動しやすいタイプや、ワンタッチで上下できるタイプもご用意しています。軽量、コンパクトな、こまめ、プチな、収納や移動で煩わせません。